エラストス・ソールズベリー・フィールドはアメリカンフォークアートの画家で写真家。アメリカ共和国の記念碑、1875年頃、スプリングフィールド美術館エラストス・ソールズベリー・フィールドは農家の息子としてマサチューセッツ州レベレットで双子の妹サロメと共に1805年5月19日に生まれた。彼は幼い時から肖像画の才能が認められ、 1824年、サミュエル・モールスの下で画法を学ぶために、ニューヨーク市に上京した。この時モールスは彼について、非常に従順で有用、と述べたと伝えられている。しかし、翌1825年に、モールスの妻が亡くなり、そこでの勉学の道は閉ざされた。この間に、フィールドがどのようなことを学んだかは不明で、その後のどのようにして、 芸術技法を発展させたかは分かっておらず、美術史やはフィールドが独学で技法を身につけたと考えている。彼は故郷のレベレットに戻った後、1826年に彼の日付が入った最初の作品である祖母エリザベス・ビリング・アシュリーの肖像を描いたで描き、かつ値段が手頃であったため、大いに繁盛した。フィールドがウェアから レベレットに戻った1836年頃から1840年までが彼の最高の肖像画が描かれた時期である。1839年ブラトルボロへ旅行した後、フィーールドと妻はマサチューセッツ州ウェアに戻った。しかし、1841年までにはニューヨークに移り、そこに約7年間泊まり、その間いくつかの作品を展示会に出品した。 およそ1847年頃から彼は、肖像画に変わって、風景画や歴史画を描き始めた。おそらく1839年からアメリカで使われ、始めたダゲレオタイプと呼ぶ、写真機で写真を撮るのが、肖像画を描くこととって変わったためと考えられる。しかし、臨機応変なフィールドは、写真機の優位性を認め、自分自身も、顧客の写真を撮り、それをもとに、 肖像画を描いた。1848年に彼は、マサチューセッツ州、サンダーランドにある父親の農場を管理するために、家に呼び戻された。新聞には、彼がそこにいるのは、約4年間芸術の練習するため、という記事がある。1852年から彼の妻が亡くなる1859年まで、フィールドは、家族と共に、マサチューセッツ州のサンダーランド、パーマー。 北アマースとの間を頻繁に移り住んだ。妻が亡くなった後、フィールドと娘は子供の頃からの知り合いであったクーリーとフィールド・ハワードの家族が住んでいるプラムツリーズに移り住んだ。フィールドは人生の残りを過ごすしたプラムツリーズにささやかなアトリエを建て、聖書を題材とした絵画、例えばでエジプト期の銃の災いを画題とした10枚の画を描きそれを 北アマースと改修派協会に飾るつもりであったまた彼の想像力やイギリスの画家ジョンマーティンやリチャードウェスタルなどのアーティストによる印刷された絵をもとにエキゾチックな風景を描いたフィールドはプラムツリーズで1900年6月28日に95歳で亡くなった家には彼自身が描いた300点以上の絵画が残された彼の初期の絵は アメリカの古典的な民族芸術であった。ついで彼は写真の画像から肖像画を描くという方法で拡大する中産階級の顧客の肖像画への需要を満たしてきた。それは肖像画のモデルと描いた作品が限りなく似ており、かつモデルを引き立たせるために芸術的な技術より似させることを重視する方法である。そしてモデルには 日曜日に教会に行く時の清掃を着させ、直立不動のポーズを取らせた。肖像は主に胸像画とし、描き、たまに全身画やグループの肖像画とした。フィールドは満足に、職業画家としてのトレーニングを受けていないが、顔の特徴をよく捉え、輪郭を強調することに成功している。また、モデルの服装を可能な限り詳細に描き、また本、花かごや家具など、 背景の小道具、例えばレースの襟やフードなども同様に慎重に扱った。しかしモデルを引き立たせるために頭と体の大きさを決めるため身体の解剖学的正確さは失われている。彼の後期の肖像画ではダゲレオタイプ写真の影響が明らかに見て取れる。そこでは人々の肖像画はより正確に表現され頭と体の関係がより自然になっている。 ちょうど彼が死ぬ直前の新聞記事で彼が描く肖像画について可能な限り正確な油絵を描き子孫の人々に先祖の外観の忠実な概念を与えると称賛しているフィールドの経歴は顧客の間を積極的に巡回し洞察力に富んだ肖像を敏速に描くことでアメリカの中産階級の顧客に間に高まる需要を満たしてきたと言えるだろう 最後の災い1860年に引退し、プラムツリーズに移った後、彼は海外旅行をしたことがなかったが、インドのタージマハルなどのエキゾチックなテーマの絵を描いた。さらに、聖書のテーマの作品を描いた。その中の一つでエジプト期10の災いの最後の災いでは、エジプト風の柱がある大きな部屋が描かれている。これや前のタージマハルの建物のモチーフは何かの、 イラストレーションから着想を得たものであろう。聖書やエキゾチックな画題は19世紀のアメリカンフォークアートでは唯一例外的なものであった。エデンの園などの絵画では彼自身の想像力豊かとアイデアで不思議な世界を描いた。フィールドの代表作で幅4、高さ2.8メートルの壮大な作品、アメリカ共和国の記念碑は南北戦争に触発され、 1876年の建国100周年に合わせて描かれたが、イギリスの北米における最初の永続的植民地である、ジェームズタウンの建設からの初期アメリカ国家の250年の歴史を百科事典的な絵巻として描いたものである。大きな画面には銃の塔が立ち並び、その上には歴史的出来事を表す130体以上のレリーフが描かれている。アメリカの歴史物語は、 左端の登場にあるアメリカ最初の植民地、ジェームズタウンと新京都が到着したプリマスから始まる。そしてジェームズタウンの虐殺、米北戦争や南北戦争時の黒人虐殺、そして手前中央の塔にあるリンカーン大統領暗殺事件などの悲劇、カオス、侵略、抑圧、暴力の場面も描いたが、アメリカ最初の村、独立宣言。 奴隷解放宣言そして独立100年記念式などアメリカ史の中で闘水の瞬間を記念することも忘れてはいなかった。そして250年後を描く中央奥の塔の頂上からはトラス式の鉄橋がフィラデルフィアで開かれた万国博覧会を表す塔とつながり、その上を機関車が客を運んでいる。そしてアメリカ国旗を振る多数の天使に囲まれている。 フィールド作品は彼の死後数十年は忘却の彼方に追いやられたが、1930年代初期、コレクターや美術館によるアメリカンフォークアートの芸術的価値を評価する流れの中で再発見された。彼の作品はシェルバーン美術館やアメリカンフォークアート博物館のような民族芸術特化した博物館や多くの美術館が保有している。 アメリカ共和国の記念碑はソニークラシカルから発売された CD ビバートスルーザエイジズ衛星 B00051J01K のジャケットに使用された。ありがとうございます。